知ればもっと楽しいオールアバウト LDH さあ始まりました、CL の新番組でございます。皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、今日から皆さんの、担任を務めさせていただきますTHE RAMPAGEの陣です。よろしくお願いします。お願いします。陣さんだけすごいですね、格好が。ごめんね、なんか一人だけ作り込んじゃっててごめん別にここに予算使ったわけじゃないから、ね、使ったわけじゃない、はい、ということでですね、この番組ではですね、毎回テーマを絞って、みんなが知っているようで知らない、これを知ればもっと楽しめるような LDH についてを学びですね、LDH マスターを目指していこうという内容になっております。この称号を手に入れて、真のね LDH アーティストを皆さんにも目指していただきたいなと思います。はい、そしてなぜ私が担任をさせていただけてますかと言いますとですね、はい、僕小学校の頃の、卒業アルバムにですね、ダンスのインストラクターになるという夢を書いてまして、なのでこういった機会をいただきまして、今回ですね皆さんの教師役ということで、ある意味夢を一つねちょっと叶えさせていただきました。はい、さらにですねこの番組を見守っていただくべく、こちらの方にもご参加いただきます。お願いします。はい、EXILE あきらです。小さい頃の夢はお花屋さん初めて聞きましたよそして、この方もご参加いただきます。お願いします。ひろです。よろしくお願いします。お願いします。これなんで参加させてもらうかというと、はい、これ結構自分が CL の人に言い出しっぺで、はい、LDH を知っていただきたいプラス、やっぱりこうファンの皆さんがこうハテナって思うことって結構あるじゃないですか。はいはい、で実はこうメンバーだったり自分たちもなんかこうハテナだよねっていう思いながらも、こういろんな事情とか、はい、いろんな仕組みがあるんで、なんだろう、エンターテインメントとしてこう成立させていくじゃないですか。はい、でもなんかそういうところをファンの皆さんとこう分かち合うことによって、よりこうファンの皆さんにこうなんだろう楽しんでもらいやすくなるし、うん、こう変ななんかこうストレスがなくなるのかなみたいに思ったので、はい、CL チームにお願いしてこういう企画を立てていただきました。はい、ありがとうございます。はい、したら陣がこんな格好になってこれだけはどうなのかな。後で相談しよう昔のマネージャーってもう数々の伝説はアーティストのあるべき姿ってこれだよなっていうのをテキーラください。授業中です。さあでは早速あきらさんからですね、はい、これから LDH を学ぶ生徒の皆さんに、はい、激励の一言をいただいてもよろしいでしょうか。元気ですか激励だそう一発で仕留めたそういう感じじゃないよまさにそういう感じでした。いやいや、もうでも僕自身も、はい、皆さんと逆に一緒にこういうことを学ぶことで、うん、なんか皆さんのねからの目線とかも学べるんで、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあでは早速、一人ずつ自己紹介を、小学校の頃の将来の夢が何だったのかっていうのを、じゃあ、どうしようかな。レア。はい、おはようございます。ファンタスティックスの瀬口レアです。小学校の夢はウインナーになりたいでした。よろしくお願いしますよく言ってますけど、はい、好きなんや。ウインナーが大好きすぎて弁当に入ってるウインナーになりたいって言って、食べられる方になる。はい、今27歳になりました。いいね、いい成長遂げてるよ。お願いします。お願いします。続いてじゃあどんどんいきましょう。ケイトいこうかな。はい、木村ケイトです。獅子座の A 型、流行らせたいピースは口ピース。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いい小学校の時の夢は大事なとこ抜けてるね。ダンサーです。ダンサー。それとは別でプロ野球選手。おお、プロ野球選手。はい、野球はやってないんですけど。やってないんか。メジャーっていうアニメを見て自分になれるんじゃないか。自由ですからね。夢を描くの。はい、じゃあ続いていきましょう。セナ。はい。リルリーグの岩城セナです。子供の頃の夢はユニバーサル・スタジオ・ジャパンのキャストになりたかったです。健次郎さんの後輩や。はい、じゃあ続いてなんじゃ。はい、小学校の頃の夢はマイケル・ジャクソン。リルリーグの南波空です。よろしくお願いします。小学校の頃って最近じゃん。今15になったんだもんね。今15になる年です。なる年。はい。3年前。小学生だよ。続いて健介。はい。キッドフェノメノンのリーダー、それまつ健介です。小学校の頃の夢は EXILE トライブに入ることです。よろしくお願いします。そうやん、だってね EXPG で、はい、ね、ちっちゃい頃から大阪校。はい、4歳から。4歳。はい、よかった。じゃあ今ここの場所にいて。最高です。すげえな。じゃあ続いてゆうひ。はい。おはようございます。ザ・ジェットボーイ・バンガーズの宇原ゆうひです。小学校の頃の夢はサッカー選手です。モテてたでしょ。はい。はい。すぐいいね。中村俊輔選手が大好きでずっとサッカーやってました。なるほど。ありがとうございます。じゃあ最後ギ君。はい。ウルカルハーモニーのギです。小学校の時の夢は仮面ライダー空海になることとサッカー選手になることです。いいですね。よろしくお願いします。ギ君今何歳？今25です。25。はい。年上だ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、一つ問題がございます。僕らが所属しているこの LDH という会社ですが、2024年現在設立何年になるでしょうか。知らなかったショックだよね。つい最近までガンガン言ってたもんね。はい。セナとかも影消してるもん。絶対消してるでしょ、影。だけどよく言ってますよね。番組とかでも。はい。だからまあわかるっちゃわかるかなっていうところは。お、じゃあ20年。正解です。これガチなんです。ガチ。ただ答える前のヒロさんのいやこれ知らなかったらショックだよねって一言めっちゃ来ますね。結構来る。結構発信してたから。では早速授業を始めていきたいと思います。今回のテーマがこちら。はい、LDH ジャパンということでですね、まあ今回は初回ということなので、まあ大きく LDH という会社について学んでいきましょうという回でございます。まずですね、会社の歴史から見ていきたいと思います。こちら。はい、先ほどもありましたが会社としての出発は2002年からということで、設立当初は、まあ、周りの反応だったりとかそういったものはすごくちっちゃい会社だったしちっちゃい事務所だったし、まあ、いろいろこう言われる立場でもあったのでこう今に見てろっていう言葉はあるんですけどいつか夢叶えてやるぞみたいな感じで頑張ろうっていうふうに始めたのをすごく覚えてますけど、はい、でアキラさんは2006年に。はいEXILE へ加入されていますがその前の2002年頃はもうダンサーさんとして活動されてた。そうですね、はい、2003年ぐらいですかね、牧大さん宇佐さんとかと知り合って、はい、一番最初に僕はEXPG のインストラクターといいますか、はい、立ち上げメンバーとしてやらせてもらった時期じゃないですかね。まあ、ある程度 EXILE がこう人に知られるようになったんで、はいこうダンスへのなんか恩返しみたいな感じで始めたんですけど、なんかもうスタジオ借りてみたいな、でもアキラやっといてみたいな、やっといてだけみたいなみたいなところから始まってるんで、今はもう LDH の財産なんで本当みんなもね卒業してくれたんだけど、そんな2002年頃なんですけれども、最初はですね EXILE メンバー6人から始まって今では315名の社員数を有し、多分社員さんグループ入れると500人ぐらいいますよね。あ、まあ、社員の皆さん、まあグループ含めると500名以上の方々が今 LDH にいるということで、ここまで大きく成長している LDH なんですけれども、続いてはですねこちらご覧ください。はい、さあこちら LDH に所属している方の一覧なんですけれども、アーティスト以外にもモデルさんやスポーツ選手の方などいろんなジャンルの方がいらっしゃるということで、さあそれでは一体総勢何人ぐらいいるでしょう。はい、ケンスケ。さっきヒロさんが社員が300名で、はい、アーティスト含めると500名っておっしゃってたんで、はい、200人。あ、すみません。それ会社のグループで考えると500人って言いました。ただ正解です。ただ正解だよ。ただ正解。さあそう偶然ですね。総勢200人なんですねこれね。途中なんか算数の授業みたいになってたけど正解なんで。そうなんですよ。ということでさあ続いてですけれども LDH というのは会社でありますのでさまざまな事業を行っているということですけれども、どういった授業思いつく限りちょっとね難しいと思うけど、はいはい、ケンスケいいね。アパレル事業。あ、ギー君飲食。はい、セナ飲食。飲食いいです。いや全然同じタイミングやから全然いい、全然そういうのは全然。はい、なんちゃん。ライブ事業。ライブ事業。照明。いいね、いいね。どんどんあれだね。細かくなっていた。でも全然。照明事業。照明事業。一個のこう大きな会で事業にしていくの大切だね。まずはですね、会社としてメインの事業がこちらです。マネジメント事業、音楽事業、ライブ事業、そしてファンエクスペリエンス事業ということで、こちら一つずつ見ていきたいと思いますけれども、まず一つ目、マネジメント事業。これはですね、僕たちを日々支えてくださっているマネージャーさんをはじめ、営業などをしてくれているスタッフさんの存在、ということで、いろんなね準備や、段取りを経て僕たちはライブだったりとかこういった番組にも出演させていただけているということですけれどもいろんな、ね、マネージャーさんいらっしゃると思いますけど、ランページにもですね A さんというマネージャーさんがいまして、やっぱすごいトレーニングが大好きで、うん、もう朝6時からね、ホテルの周り走ったりとかしてるスタッフさんいるんですけど、みんなでご飯行った時も自分だけプロテイン持ってですね、プロテインだけそうなんだ、そうです、めっちゃトレーニング好きではい、なんですけど、ファンタのマネージャーさんはどうです、関係性といいますか。みんな仲いいですね。あ、仲いいです。ご飯に行ったりとか。そう A さんって方も僕らにもいて、その人がメンタル強くて、ヒロさんの前で一発ギャグやって。ホップステップジャンプ立ち読みっていうのをやってちょっとしらけたっていうちょっとじゃない、ちょっとあれはめっちゃしらけた。それは大輝の吹き込みとかじゃなくて、じゃなくて自分から行きました。あれ元芸人なんで。そうです、元芸人さんで。やっぱりマネージャーの話ではヒロさんの昔のマネージャーさんなんですけど、すごいやっぱり気合入った方が多くて、一回車の中でヒロさんとそのマネージャーさんが一緒になってて、ファンに囲まれちゃったらしいんですよね。でヒロさんが「わあ早く出よう出よう」って言って「早く出よう」って言って「はい」って言ったら、その人が車から出ちゃってヒロさんだけ取り逃して正直めちゃくちゃそういう話あります。最近はないんですけど、やっぱり昔のマネージャーってもうザなんで、もう数々の伝説はあります。そういうこう面白いあれなんですけど、自分はなんかすごく大切にしてるのは、自分たちのこのあり方とか身のこなしが全部投影されると思うんですよ。だからなんか表裏一体じゃないですけども、なんか二人三脚でマネージャーの皆さんと一緒に成長していくっていうことが大事だし、マネージャーの皆さんいないと現場って成立しないじゃないですか。だってことは会社の中ですごい要なポジションだと思うんですよね。だからこそなんか僕はマネージャーさんと一緒に成長するっていうのはとても大事なんじゃないかなっていうのを、はい。思ってます。やっぱりあれですよね。なんだろう、マネージャー、マネージャーとアーティストというよりは、その一つのプロジェクトとして、一つのチームなので。もう一回こう巡り合ったら、それが一つのランページなら、もうランページっていうチームでもあると思うので。やっぱりみんなランページのメンバーは表で表現するけど、裏で支えるのは。そういうマネージャーさんだったり、また違う、方だってみたいなことは支えて一つのチームだと思うので、本当はそういうところを大切にしながら、気づけば一緒にこう夢をこう叶えていく、チームの仲間的な存在にはなってるかもしれないですね。では続いて2つ目いきましょう。2つ目はこちらです。音楽事業にはですね、いくつかの部門がございます。まず LDH ミュージック&パブリッシングということで、こちらはですね、著作権の管理などで音楽出版も自社でやっている。そして LDH レコーズですね、こちらはレーベル部門ということで、こちら所属メンバーを見てみますと、こちらでございます。ドーベルの皆さんだったりとか、アイスクリームだったりとか、オミさん、岩田貴則さん、クレイジー仕掛けさんなど、ちなみに僕たち、ザ・ランページだ、ジュニア・エグザイルのグループは、ABEX さんのレーベルでリズムゾーンというところに所属しているということで、こちらいろいろと分けておりますが、さらにですね、SL スクエア LLP ということで、こちらは LDH とソニーミュージックさんの共同マネジメント事業ということで、LDH というとガールズなど、女性グループの方が多く所属している、レーベルとなっておりますということで、LDH においてはそれぞれの、音楽性だったりとかアーティストカラーによってこういった形でレコード会社が異なっております、それぞれのレコード会社と連携し、いい作品を、皆さんに届けたいという思いでこういった、仕組みになっておりますが、さあ続いてどんどんいきましょう。3つ目は、ライブ事業でございます。僕らがファンの皆さんの前でパフォーマンスする場を作ってくれているのがこの、ライブ事業の皆さんなんですけれども、ライブなんか印象的なライブ見に行ったことあるアーティストとか？僕 EXILE さんモンスター2009年ですね。はい、それで時のかけらのあの車の演出があったんですけど、そこがめっちゃ好きで。あ、オープニングじゃないんだね。オープニング神殿が壊れる。アキラさんはこれまで、はい、数多くのステージ立たれてきていると思いますが、一つ例を挙げて思い出に残っているライブなどあれば。やっぱりヒロさんの2013年の優待された EXILE プライド、規模もそうですけど、でステージも上がってやっぱり最後優待される時にマネージャーとかスタッフの皆さんがもう全然引退でいいですよ。優待じゃなくても、はい、じゃあ引退ででお疲れ様ですっていうこう横断幕をスタッフさん全員で掲げてて、で LDH のスタッフだけじゃなくてその外部の舞台制作チームとか、そういうところからもやっぱりこう愛されているヒロさんを見ながら僕はそのヒロさんをこう送り出したので、アーティストのあるべき姿ってこれだよなっていうのをものすごくこう焼き付けていただいたなんかライブだなと思ったんで、テキーラください。テキーラください。なんかそういうここには授業中です。その人がこう会場に入るだけでいい空気感、緊張感が流れて、なんですかね、意識しないでってもう本当に存在感じゃないですか。とあとはみんなにしっかり称えられながらこう優秀の美でこう次のステージに行かれるっていうのはすごく人生において勉強になったステージだなと思いましたね。はい。まあでも嬉しかったですよね。それだけ真剣な思いでやってきたからやっぱりいろんな方がこう一緒に協力していただいてっていうのもあっただろうなっていうのは本当思いますし、やっぱりさっき言ったみたいに、まあ、表に立つのはキャーって言われてね、もちろんメンバーが中心なんだけど、やっぱそれをしっかりこう作ってくれる人たちが一人でもかけたら絶対できないものなので、はい、自分がまあ辞める時ですけどすごく最高のアキラも含めてメンバー含めてお膳立てしていただいて、はい、まあ笑顔でいやなんだろう、その最後のステージ降りることができたんで、それは自分も最高の思い出にはなりましたね。ありがとうございます。さあ、それでは4つ目いきましょう。こちらも重要でございます。ファンエクスペリエンス事業ということで、初めてね聞くちょっと名前だったりもするかと思うんですけれども、まあ僕たち LDH の所属メンバー LDH の会社はですねファンの皆様あってですから、この番組の配信もですね CL を通してファンの皆さんに見ていただいているということで大切な事業でございます。こちらのファンエクスペリエンス事業というのは、まあだからファンの皆さんに、はい。もうスペシャルに楽しんでもらうっていうことですよね。まあいろいろこうあるんですけれども、グッズとかもね、そうですね、ライブのグッズなどもこちらからいろいろと案を出しながら進めているということなんですけれども、まあランページもいろんなフラッグとかタオルとかなんかそういった定番のものから個人のグッズだったりもこちらを通してファンの皆さんに発信させていただいているということなんですけれども、これフラッグ文化とかみんなでこうしたりとかこれって。日本しかないんですよ。日本の LDH のライブを見に来たその海外の人たちって結構びっくりするのがフラッグの振り方、この一体感にみんなびっくりするんですよね。あれはこう日本特有と言いますかのなんかファンとねアーティストのコミュニケーションの仕方なのかなと思います。やっぱグッズのこととかも自分もハテナっていうもの、ハテナっていうかこういい意味でも悪い意味でも思ったりするから、今度これ深掘りしていくんですよね、そういうこと。だからそういうことでファンの人たちにもなんでグッズがこうやってできるかとか、なんでこういう値段なのかとか、ライブとかもだからそういうふうにこう知ってもらえると自分とかアキラもここに来た甲斐があるので、まあそういう番組になればいいかなと思っておしゃべりしちゃってすみません。ありがとうございます。はい、ということでどんどん進めていきましょう。これまでですねメイン事業を見てきましたが、他にもさまざまな取り組みを行っております。続いてこちらグローバル事業ということで、まあ昨年はバリスティックボーイズやサイキックフィーバーもタイに行きましてさまざまなイベントに行ったりとか LDH の認知を広げていってくれているという実情もございます。さあそしてアキラさんはですけれども、はい、LDH 台湾の社長に任命をされている、はい、そうですね、はい、まあ台湾事業はやっぱり自分としては本当にやっぱり今目の前にいるこういう次の世代を担う、はい、人とかもそうですけども、はい、アーティストたちがメイドイン LDH のエンターテインメントで勝負したいっていうすごいなんかそういう熱い思いがあって。やっぱり今いろんなトレンドとか海外勢の力とかってやっぱりあると思うんですけども、そこはなんか参考にしつつもなんですけども、やっぱり自分たちのオリジナルの LDH エンターテインメントの在り方って絶対あると思うので、それを台湾世界にこう少しでもこう排出してって、この点と点をつなげてまた LDH ワールドをこう浸透させていきたいなって熱い思いがあるので、いろんな夢を掲げながら今絶賛盛り上げてます。はいヒロさんからどうですか、そうなんですよ、これもともと LDH、まあ、グローバルマーケットの挑戦というのは大テーマで、はい、やっぱりなんかそこでのこう夢をで、まあ、2019年ぐらいでやっとこう具体的になってきて、さあ行くぞっていう時に、まあ、コロナになってしまって、本当に予定したことは全部ほぼ中止みたいになってしまって、まあ、すごく悔しかったんですけど、やっぱりこう、まあ、その中にもやっぱいろんなヒントというかいろんなチャンス学びがあったので、まあ、そこもしっかりこう受け止めて、でもさっき言ったみたいに自分たちのゴールはここにあるっていうことなので、今一からやり直して、はい、でも相当今手応えをタイ行ったじゃないですか、はいはい、まあ台湾もそうですし、はい、すごく手応え感じているので、はい、この1年でこれだけの成果と結果が出てるんで、これはどんどんそれを全てつなげていって。まあ最終的にはアメリカとかもつなげていって、LDH らしいエンタメの経済圏というかエンタメのマーケットができるんじゃないかなと思って、自分はワクワクして、あとはあれですよね、こう結構海外出てくと多分誰しもが言われるんですけど、日本もお願いします、うん、離れちゃう寂しさも、はい、やっぱりファンって思うと思うんですけども、でもやっぱりベースは日本で、うん、もちろんファンの皆様ありきの我々なんで、はい、そこはもちろんがっちりなんですけども、でも LDH も各グループので今って本当に東南アジアもそうですし、うん、アジア各国にもファンの皆さんがいるんで、はい、そういう方々にもこう LDH エンターテインメントをお届けして恩返ししたいっていう思いって日本のファンの皆さんと変わらないじゃないですか、はい、だからそこはなんかこういいバランスで、うん、やっぱりこうお届けしていきたいし、こう日本のファンの皆さんもなんかね必ず日本でも盛り上げるんで、なんかそこは理解していただきたいなとは思いますね。はい、さあそして続いて、みんなにもかなり、まあ、ゆかりのあるといいますか、こちらですね、EXPG ですけれども、こちらは、LDH 設立と同じ明さんも、先生をされておりましたが、はい、2003年から立ち上げているダンススクールということで、私もですね EXPG 大阪校に通って2009年から、通わせてもらってまして、はい、大阪のだから大阪校、あそうだでさっき言ってた4歳4歳なので2007年、じゃあ伊藤先生です伊藤先生怖かったでしょ伊藤先生。いやもう本当に僕火曜日にレッスンがあったんですけど月曜日の夜は寝れなくてもう今思うとあれがあったからこその今があるなってすごい思います。伊藤先生はもう本当素晴らしいです。すごいんですよ。そしてですね、こちら EXPG 昨年末には新たに千葉県の南船橋エリアのビビット南船橋というところに EXPG スタジオ船橋が誕生、ということで、こちらは、三井不動産との業務提携ということで、ヒロさんこちらは EXPG、新しい学校がオープンするんですけど、はい、まあなんかいろんなこう新しい試みも考えているので、はい、よりあとは所属のやっぱこう思い入れがいっぱい詰まってるじゃないですか、はい、EXPG に。なんかそういうことと今の生徒たちが交流できるような、はい、そんな場所になればいいなっていうふうには思ってます。本当にやっぱ教育って、まあ、高等学院もそうですけど、はい、教育って大切だし、うん、そこは LDH の財産だと思っているので、これからしっかり伸ばしていきたいですし、どんどんアピールしていきたいなって思ってます。はい、さあ続いてはこちらです。食文化ということですけれども、羽田にある LDH キッチンやコーヒーショップのアメイジングコーヒーなどの飲食事業も展開していますが、実は新たな取り組みとして日本一予約が取れないと言われている有名な焼き鳥屋さんの鳥式、池川義輝さんとのパートナーシップを開始しましたということなんですけれども、パートナーシップというよりは池川さんが LDH キッチンの取締役として入っていただいたので、はい、まあもう完全身内になっていただいて、まあ鳥式一門ってだから焼き鳥界でいうとまあEXILEトライブみたいな、まあそういうこう若い子たちにお店を持ってもらうみたいなこう夢が広がっていくようなことで、池川さんが鳥式一門っていうまあなんだろうな、その一門を作って、はい、で日本の食文化を世界へみたいなことで今世界を目指してます。この、はい、鳥式皆さん知ってましたか？いやもうそれこそ先日ヒロさんに連れてっていただいて、鳥式の一番弟子の方の鳥風。最高じゃないですか。そこで鳥式のヒロさんに勉強して教えていただいて、お勉強しながらお勉強させていただいて、みんなもね、ぜひヒロさんからごちそうになった時は必ずごちそうさまですというようにね。いや、ジンより全然ちゃんとしてる。本当ですか、やっぱり。いや、でも、まあ、ジンさん、すごくちゃんとしてます。ああ、すみません。はい、ということで。はい、ということで、今飲食業、行きましたけれども、さあ、続いてこちらです。アパレル事業ということで、これあれなんですよ。アパレルの社長。兼デザイナーの小川さんいるじゃないですか。はい、小川さん。小川面が元ダンサーなんですよ。で、まあいろんなこう出会いがあってみたいな。まあなんかすごくそういうね、LDH でこういろんな業種、いろんな分野の人たちが集まってたりするんですけど、それはもうそういう出会いからなんですね。で、自然に広がって格闘家もそうだし、スポーツマネージメントもそうだし、どっちか出会いがあったんで一緒にやるみたいなことでこれだけ広がっていったっていうのが LDH の成り立ちですね。はい、ありがとうございます。さあということで、まあ、今まで、いろんな事業をご説明させていただきましたが、これらすべての事業はですね、会社の企業理念というのが土台になっております。こちらです。はい、まさに社名にも込められていますが、 LDH の頭文字イニシャルはラブ、ドリーム、ハピネスという言葉から来ております。そして新体制となりまして、新たに LDH の存在意義を明確にするものとして作られたのがこちらです。サークル・オブ・ドリームズ、夢の循環という意味があるんですけれども、ヒロさんからじゃあ改めてこの言葉を選んだ理由といいますか。はい、そうですね、だからもうたくさんのこう夢がまあ点として集まって、それがまあつながって、まあ、線になって、それがまたこうつながってこう輪になって、で LDH のあのサークルっていうか、あの周りの輪はそういう意味もあって丸に LDH、 このサークルの中をそういう一つ一つの夢がこうどんどんこう循環していくみたいな。例えば、まあ、EXILE トライブでいうと、まあ、アキラとか哲也は例えば経営者として、まあ、もちろん表現者としてもやりながら、まあ、自分の昔みたいに経営者として新たな夢に挑戦します。今回だから小吉、直人、登坂はまあチーフクリエイティブオフィサーっていう肩書きでまあプロデューサーになります。で、ケンチはLDH の社会貢献に携わるものの責任者になりますみたいな、そういうことの繰り返し、それがこう循環してるみたいな。で、みんながだから大人になっていった時に、またそういうそれぞれの違った道も出てくるじゃないですか。で、そういう時にそういう若い世代の子たちをこうフックアップっていうこう上にこう一つ上のステージに上げてあげるみたいな、そういうことをこうやっていけるっていうのが、まあ、EXILE トライブの仕組みでもあるので、そういうことができたってことはやっぱり夢の持つ力ってものが、本当に夢物語のファンタジーじゃなくてリアルな力だっていうことの証明でもあるので、これを繰り返していって、これがどんどん繰り返していく。そしたらもう永遠にこう子どもたちが夢持って、たくさんの夢をこうが叶えていく。で、それを周りのファンの人たちが応援してくれて、で、そのファンの人たちもそれぞれがその人たちを通してこう夢を持てるみたいな、そういう夢の広がりっていうのが本当に素晴らしいなっていうふうに思っています。はい、すいません、ありがとうございます。はい、本当になんかこうみんなも活動する中でね、やっぱ迷ったりとか、あとステージがねどん上がっていくといろんな悩みあると思うんです。その時ヒロさんとかアキラさんとかね、そのプロデューサーさんとか、本当にいろんな人にこう相談しながらなんかやっていける環境が LDH にあるんで、はい、突っ走っていただきたいなと思います。なんかちょっと話長くて面倒くさいかもしれないけど、一応こうファンの皆さんにもこういう思いでこうやってんだっていうこう、はい、CL の番組なんで、はい、そうですね、ちょっとバラエティーでもないわ、はい、だけどそういう感じもないんで、なんか結構マニアックなことを今後伝えていきたいなと思ってるんで、はい、すいません、あ、寝てない、大丈夫です。さあということで、本日は以上となります。まあ、今回はね初回ということで大きく、まあ、LDH について、お話しさせていただきましたが、次回以降はよりこう先ほどお話ししたものを具体的に、いろいろヒロさんからも教えていただきながらみんなも学んでいける、場所にしていきたいと思いますので、次回以降もよろしくお願いします。ということでまた次回お楽しみに。